さあ始まりました、ハンナレバボの上手です。アンです。お願いします。お願いします。今日は面所相模金沢松原店にやってきました。ということで今回は蕎麦の限界食いにチャレンジしたいと思います。やった頑張るぞ。もう年末ということでね、食い納めをしたいなと思ってまして、アンさんも自分も、限界食いにチャレンジしたいと思います。全力で、はい、全力で頑張りたいと思います。頑張るぞ。花よりバーボン。さあ、そばが届きました。一皿、これぐらいあって、ワンコそばのような形ですね。ということで、そばの限界食い食べ納めでやっていきましょう。限界食いスタートです。ドン。じゃあいただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。一旦このまま、まあ、それで5枚はいっちゃいますよ。ごめん、余裕だわ、これは。まずうまい。うんまいや、本当にでも余裕かも。これうまいっすね。でもこれで半分くらいですよ。またこの出汁もうまいっすよね。美味しい。めっちゃうまい。この薬味なんですけど、海苔、鰹節で、わさび、ネギ、で、こちら天ぷら、とろろ、ね、でこっちもなめことかね。もうとろろあれば飲み物です。ずるっと。あれ似てきてない？いや、似てますぐらい。いや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 、いいじゃないですか、ね、薬味いこうかな。あとわさびはちょっと溶かさない方がいいらしいんですよ、酢の食べ方は。わさび感じます。直接乗せるとすごい香りが人間からは、めっちゃ美味しい。でも私は溶かします。ラストの1枚になっちゃった。私のラストの早いっすね。最初の5枚食べ終わりました。やった。余裕余裕っすよね。まだまだいけますよ、本当に。本当に早く食べたいです。いや、食べたい、本当に食べたい。あの次からは、何枚頼むか申告制になるんで。あ、一旦5で。じゃあ自分10でお願いします。目標ありますか、今回。15から20は行きたいです。あー、いい。無理かな。自分は目標30で、はい。で、アンさんが15から20で。すげーな、おい、すげーな。じゃあ目標は高くですね。あー、そうか、はい、限界だからね、はい、そうですよ。頑張ります。頑張ります。10、これ頼むでしょ。でもこれ結構天ぷらとかね、めっちゃ美味しそう。美味しそうっすね。じゃあ、いただきます。うん、サクサクプリプリ、普通の感じしか言わない。マジでサクサク美味しい。オクラ、ちょっとついにつけていただきます。うん、最高。美味しい。モモネーと出会えたこと。おい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 、何ありましたっけ。もういろいろありすぎて、ご飯で私だけかな。うん、そうやと思う。ラーメン方式ですよ、これは。どこも。10枚終わりました。自分も15皿完食しました。15から20ですもんね、はい、何回食べても美味しい。 5.5、6、6、まだですね。今からなの。これが終わったと思います。なんか3とか出ました、出ました。全然出ました。ごめんなさい、余裕です。信じますよ。半分はいってこれ食べると全部25なんで。おお、え、残り1枚ですか。え、すごい。すごい。食べなかったら多分、本番食べてしまうから。15枚終わりました。本当にいいもん。
まずそんななんですよね。本当に、はい、今も正直自分きついから顔見とったら分かります。今なんかきつくなってきたから、もうこのまま寝たら幸せなんやろうなって思います。お腹いっぱいで出ました、ニッキの目つぶってゆらゆらする。ちょっと分かります、患者さんの気持ち。急に膨らんできた。あ、全然いけるわと思ってそのペースでずっと行ってたら、なんかいきなり気づくんですよ。急になんかうわっ、そうそう、もっなる。もっなる。めっちゃ長かったですよ、普通に今。めっちゃなんか余裕そうに見えるのうまいだけです。朝何杯目ですか？18がまだ残ってます。まだです。25皿目完食しました。さあ次どうしますか？5でお願いします。5が、どうしました？なんかいっぱい。後悔はしたくない。かっこいい。いや絶対20はいけると思うんですよね。18で止まってますけど。疲れたい、このお腹パンパンぐらい。通常これぐらいやったら今ここら辺まで寝てる。ちなみにその1皿1040g です。髪粉まだ1kg。 すごいでしょ。で、アンさんがあと2皿食べれば800ってやばいの。いやでもそう聞いたら、だってご飯 800g 食べるのやったら余裕じゃないですか。無理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 なんか感覚がおかしい、おかしい。え、カレーの 400g はマジでいきますよ、余裕だって。カレー食べてましたもん、高校の時めっちゃ太りましたけど、マジでめっちゃ太りました。18食べられました。おすげえ、ほんとにマジ勢いですよ。もう8分半や。すごいね、襲われてます、今。30でした。うん。え、それが30ですか？これ30。なんか、朝食の気がする。うわ、パンパンやん、マジで。お腹。あ、いける。今いける。お。いける。いける。すげえ。20終わりました。おお。マジで無理。と思ったけど、マジで入らない気する。パンパンです。もう妊婦さん。限界いきました。食いないです。私食いなし。20。30杯目終わりました。パン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 限界ですね。じゃあ今から限界で終了でいいですか？ああ、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。花より、ああ、はい、ということで、年末で、そばの限界食いにチャレンジしましたけど、上出が、30杯で、私が20杯で、はい、一応、はい、自分たちで
設定した目標には達成することはできました。あ、よかったです。一応よかった。一応来年の目標としましては、やっぱりこの花よりバーボンというチャンネルをね、よりそう多くの人に見てもらえるようにね、チャンネル登録者数をね、もっと増やしていきたいなというのもありますし、はい、何人するんですか。いやー、まずは1500人いきたいなと思います。私は、花よりバーボンを通して新しいことに何でも挑戦したいなって思ってます。頑張ります。ということで、1年通して、花よりバーボンを見ていただきありがとうございます。来年もますますちょっと頑張っていきたいなと思ってますので、まあ、ちょっとお正月から企画はもういっぱいあるので、はい、ちょっと頑張って本当か本当かいや、ちょっと楽しみにしておいてください。本当に、はい、なんでまた来年お会いできることを願っております。じゃあまた会いましょう。バイバイ。ではお越しよう。来年会いましょう。